聖女と魔王の偽装婚約、星2。主人公は元エリート社畜の OL。その社畜が聖女として異世界召喚させられたが、その国は官僚主義のことなかれ主義国家だったという設定であり、鬱陶しくて使い勝手の悪い OL は魔王用に放逐されてしまう。その後その官僚国家はもう一度、今度は割と素直に召喚した国家の傀儡をしてくれる純粋培養の JK を召喚することに成功したので、プロパガンダでサクッと OL は命を犠牲にしてガメをべらしましたということにする。主人公の OL は魔王領で腹黒の細長イケメその魔王に保護と寵愛をされて、その国で OL 時代の愚痴とかこぼしたりしながらラブロマンスをするという少女漫画。OL が上司だったりの愚痴を言うタイプの共感を持たれるかどうか分断する感じの性格設定しているので、文句があるけど言わないタイプの人族のメスに刺さる性格設定。ここから聖女と魔王で国家改革をするという漫画。誰事だけどなぜジパングでは客観的な評価がされにくいし不満が溜まりやすいのかというと、ジパングの主に大企業のほとんどの職種はジェネラリストと呼ばれる総合職だからなのぜ。コピー、お茶組、営業、会議室の確保、部下や同僚の愚痴を聞く、上司のゴマすり尻拭い、これら全部客観的にデータとして評価しにくい項目だから客観的な評価なんか誰もできないんだよ。例えばお刺身にタンポポを乗せる仕事なら1時間あたりの量とかで判断できる可能性はあるのぜ。なのでそもそも客観的評価ということがほぼ無理ゲーな業態に評価システムなんて入れちゃうからこうやって多数の人族がエラー入っちゃうわけで是非もなしなんだよね。